皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日皆さんにお伝えするテーマはね、アイアンはこんなミスからどんどんおかしくなっていきますよっていうね、そんなきっかけね、皆さん視聴者さんもあると思うんですよ。あ、なんか変な感じ、調子悪いぞこれ、でも何なんだみたいな、こうふわっもわっとした不安っていうかね、そういうふうに、なった時にこんなことがあるよって今日の話聞くと、今調子悪い人、アイアン調子悪い人、見直すチャンスですから、ぜひねこの話を最後まで聞いて、その後練習場であることを試してみてください。そうすると一気に霧が晴れてくる、そんな話をね今日はしていきます。いつの間にかトップが大きくなっちゃってるって人、これアイアンミスショットの原因。例えばね、アイアンって今7番アイアン持ってますけど、まあ、このぐらいのねスイングになるわけですね。このぐらいね、今ぐらいの振り幅で打ってるわけ、ね、これがいつの間にか大きくなってあれってな、でももう打っちゃってるからどんどんスピードがついちゃって、どこがトップだかわからんって話になってくるわけですよね。でこれ何をすればいいかですね、何をすればいいかというと、これ連続素振りなんですよ。でこれ僕いつも言ってるんだけど、連続で振ると必ず振り子の周期がわかるので、やめ時が分かるんですよ、両方振ってると。なんでかというと、次の動作入るから、次の動作入る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 。例えば30回ぐらい連続素振りして31回目で止まってみるといいです。ここでしょっていうことになるわけね。これを連続素振りを30回100回やってんのに、毎回でやる人はいないはず。視聴者さんひねくれてる人はいるかもしれない、そういう人は100回やってください、多分汗だくになると思う。だからまず調子が悪くなったら連続素振りを繰り返すの、しかも自分の中でいいなと思うやつ、そしてそれを動画で撮ってみてください。はい、フルスイングですってなるから上がってるってびっくりしちゃう。自分ではここでやめてるつもりなのに、ここまで上がっちゃってるってことね。これぐらい自分のスイングってコントロールできてないの。だからまず自分ね、どういうスイングをしてるかを認知して、今ぐらいの感覚でこれぐらい上がるっていうことを理解すると、このぐらいなんだなってこと。僕だったらこのぐらい、あ、したらそのイメージで打ってみればナチュラルな感じで、あ、こんぐらいかなって分かってくるってことですよね。で、なんでオーバースイングになったり大きくなるとミスするんですか、動きのねメカニズム、ロジックをちょっと、お話で聞いてみてください。でバックスイングが大きくなると何がおかしくなるかっていうと、自分の中ではバックスイングがコンパクトだと思ってるんですよ。なのでどういう動きになるかというと、例えば連続素振りしてると、こうやってこのぐらいだとこういう折り方しますよね、こう降りるんですよ、当たり前なんですけど。でもこの降りると思ってるのに、バックスイングが深い人ってどうなるかというと、深いので深いところからこうシャフトがこういうふうにどんどん前に行くんですね、こういうふうに。でも分かんないから振るとここら辺がおかしくなっちゃう。だから自分の中でクラブヘッドの位置を感じなきゃいけないんですよ。感じることが重要なので、グリップは絶対強く握っちゃダメ、握らないとどこにいるかを感じれる。重さを感じたり、何か自分の手の中で探ったりするとき、強く握る人いないんですよ。力を抜いて感じる、目をつぶってね、見えないところに手があるのがトップの位置ですから。見えるところにあればゴルフって楽なの。でも見えないところにあるので、いつの間にかこういう風になったりするわけだから、あ、ここにいる、今いるんだってところから打っていくっていうね、こう感じるために意識してください。あとその調子悪くなるのは、今のトップ、深いトップからでも、ダウンスイングでうまく下ろせる人って世の中にもいるんですよ。でもそれでもだんだん調子悪くなる。何かっていうと、どんどん深いトップになるがゆえに、今度は下から入るんですよね。
そうするとアッパー軌道、アイアンでアッパー軌道に打つとボールは飛ばないしダフるし曲がるんですよ。アイアンはコンパクトなトップから少しダウンブローに打ちたい。なので、なるべくやや浅めと言われるぐらい、浅めっていうイメージの感覚のトップの位置に収めたいとかね。なので、ドライバーが調子いいのにアイアンが調子悪いっていう人はだいたい深いトップになってる場合が多い。で、3つ目最後なんですけど、これね、ボールの位置が極端すぎる人、ね、例えばこう鬼右に置いてる人とか鬼左に置いてる、これもめっちゃ調子悪くなる。で、これボールの位置はアイプレーンという練習器具を使ってやると非常にうまくきます。このアイプレーンを使ってですね、ボールの位置をこのように置いた場合ですね、ボールの位置が左すぎるとどうしてもボールが返ったところで当たってしまう、つまり引っかかる。もしくは右にありすぎるとこういうふうに右に飛んでいってしまう。だから今度右に行きたくないから手をこのようにハンドレートをしてみたり、先ほどの左の場合だとこの球が上がったりかぶったりしますね、アッパー軌道になる。それを今度突っ込んでハンドファーストに押し込むことによってシャンクが出たり、こんなミスが出ますので、ボールの位置は大体適正にしていきたい。これ今7番アイアンですけれども、手の位置は大体このボールのポジションの位置よりちょっと前に出るぐらい、これ以上あまり右に置かないようにしてください。で、これが上地になると少しもうちょっと前、そして、ドライバーだと手元がこのシャフトの位置よりも後ろというふうにこう変わっていくということをね、このアイプレーンで理解できますから、そしてこのラインっていうのはこういうふうにイントゥインのスイングになってくると。これ分かるのはこのアイプレーンというね、練習器具なんで、ぜひいい練習器具ですから購入してみてください。概要欄に貼ってあります。ということでね、今日まとめですけれども、アイアン調子悪くなったなと思ったら、なんとなく分かりますね、主催さんもね。まずは大きくなっちゃうの、トップが。だから連続滑りしましょうって。だけど大きくなるのなんでダメなのって言ったら、一つ目はだんだんアウトサイドになる、だんだん下から入る、そしてもしくはボールのポジションがおかしいとスイングもおかしくなると、この3つちょっと話したんで、まあ、そこからね、自分のスイングを見直してみてください。ちょっと仕上げにちょっとボール打ってみます。でもコンパクトでありながらしっかり打つ感じですね。もう1球しっかりとボールのポジションバックスイング連続素振りをしてトップの位置をコンパクトめにして打ちます。はい、ということで、今日は、アイアンね、調子が悪くなってる人ね、今日この YouTube 見てちょっと練習してみてください。確認できることまだあります。まだまだ可能性がありますから、ぜひ頑張ってみてください。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、ぜひともチャンネル登録とコメント高評価をお願いします。もうちょっとで13万人を超えます。やっと今回15、20と頑張ってきますので、ぜひとも皆さんの力を貸してください。さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。